はい、どうも、パンケーキこと吉井亮太と申します。今回はサムネイルでも紹介していると思うんですけど、海外の人がスプラトゥーン3、これは残念ながらコンセプト画像ということで公式の画像ではなく、スプラトゥーン3がこういったものだったらいいなみたいな画像なんですけど、結構このスプラトゥーン3のさ感じ、このタコちゃんとイカちゃんが一緒になんか混ざって3ってなっている感じとか、この大きいさなんだっけ、タコ当たり目指令じゃなくて、なんだっけ、誰だっけ、ちょっと名前忘れちゃったけどさ、ヒーローモードのボスとタコちゃんとイカちゃんが同じバスの上に乗っているみたいなね、そういった感じで、もうなんかタコとイカちゃんが共存しているかのような画像なんですが、でなんか新しいアイドルみたいなのもいて、これはどちらもタコのようですね。で当たり目指令はまだ健在で、で残念ながら姫ちゃんと飯田ちゃんの画像は出ていないんですが、バスの真ん中にブキチくんがいるというね。めっちゃいいとこ撮ってんじゃねえか、こいつブキチ。めっちゃいいとこ撮ってんじゃねえかって。で、イカちゃんの画像もあり、イカちゃんの画像っていうか、イカちゃんのイラストもあって、タコちゃんも、もう、イカとタコが完全に共存して仲良く暮らしているみたいな設定の画像なんですかね。で、スプラトゥーン3はこんなんだったらいいなっていうのが、紹介されていました。これ海外の人のツイッターなんですけど、概要欄にそのツイッターの ID とこのツイートの URL を貼っておこうと思いますので、皆さんぜひご自身の目でツイッターから確認してみてください。でもすごいよね、こんなの考えられる人って。海外の人って結構さ、こういうなんか他のゲームとかさ、アニメとかでもなんか、if のさ、もしものものを考えてのうまい画像を結構作りますよね。僕そういうの見るの結構好きで、今回の画像も結構凝ってるなって思いながら見てました。原作のさ、スプラトゥーンのイラストにめちゃくちゃ近い絵柄で描かれているし、最初見た時これマジでスプラトゥーン3に来んのかなと思ってでもコンセプト画像ということでね、これは妄想のあれでしかないんですけど、本当にスプラトゥーン3発売するといいですね。では縄張りバトルやっていこうか。ほい、アジフライスタジアムの縄張りバトルやっていきましょう。で、画像を使用するにあたって、その海外の作成者の人に連絡を取ったんですけど、もう、すぐに、いいねつけてくれて、そのリップに対して、いいねつけてくれて、返事くれて、もうすぐにね、使用していいですよ、みたいな、言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、僕、英語できなくて、ちょっと、失礼ながら、翻訳サイトを使って翻訳して英語で返事っていうかリプを送っていたんですが、それに対して相手の人も日本語でいい、大丈夫ですよって返事返してくれて、めちゃくちゃいい方でした。僕でも今になってさ、もう学生の時ってあんま全然英語しなかったんだけど、今になって英語しとけばよかったなってめっちゃ思ってる。海外の人とね、連絡取ったりしたいもん。流暢にさ、英語喋ってる人とかめっちゃかっこいいよね。憧れるわ、それに。海外行かねえからいいやろうなって思ってたんだよ、学生の時は。いいんだよなーって思ってたんだけど、やっぱねー、話したいわ海外の人とも。
あ、なんで、あの、画像に関しては、もうしっかり、使用許可はいただいておりますので、まあ、そこはご心配なくということで。あー、閉め、あーまあ、著作権とかね、大事だからね、あんな素敵な画像を無断で使用するわけにいかないしね。いや、素敵じゃなかったら無断で使用していいってわけじゃないからね。まあ、画像を無断で使用するっていうことはよろしくないですよっていう。もうずっとこの人にやられてる。ベニッコ。ベニッコ。なんかベニ君のあれにありそうだな。ファンネームみたいな。へえ、やばいわ。そこら辺塗っといて。さあ、これはもう残りちょっとだけ。ああ、かわいい。殺したくない、あんまり。コロコロしてるのがかわいすぎて。ああ、ごめん。ナイス。さあ、これは勝ったんじゃないかな。どうだろう。ナイス。はい、というわけで今回はスプラトゥーン3のコンセプト画像紹介ということで、まあ本当にスプラトゥーン3が発売されたらいいなという動画でした。楽しみだな。でもなんか次は本当にイカとタコ共存してそうだよね。まあ出るかどうかわかんないんだけど。はい、というわけでありがとうございました。またね、バイバーイ。